サルミアックのキャンディサルミアックは、塩化アンモニウムとリコリスによる菓子である。その他の食品や飲料の味付けとしても使用される。北欧語などでは、サルミアック、サルミアックであり、これらは化学物質としての塩化アンモニウム自体も意味し、ラテン語で塩化アンモニウムのことであるサルミウニアックに由来する。塩化アンモニウムによる強い塩味とアンモニア臭が、 あるのが通常のリコリス菓子と違う特徴である。色は通常のリコリス同様、黒に近い暗褐色である。サルミアッキのキャンディは北欧周辺地域では伝統的に食べられ、北欧五カ国ではその国を代表する菓子といって、良いほど子供から大人までに食べられている。しかしその独特な味から、それ以外の地域ではあまり食べられない。 味はタイヤのゴムを食べているようと評されるほどの独特な風味であり、塩化アンモニウムによる塩気も相まって人を選ぶ味わいである。菓子の他にもウォッカなどの蒸留酒、アイスクリーム、コーラ、豚肉などサルミヤッキで味付けされた食品がある。サルミヤッキ味のウォッカは黒い色でドロッとして甘さが非常に強い。厳密にはウォッカではなく、 ビーナに分類される酒の種別の中で、フィンランドで最も飲まれているコスケンコルバと呼ばれる伝統的な上流酒にサルミアッキの味付けをした酒である。サルミアッキを食べ慣れないものにも飲みやすいとされる。40%の高いアルコール度数でありながら、口当たりがよく飲みすぎることからアルコール依存症を増やす酒として、フィンランドでもしばしば批判される。サラモニアック。 サラモニアックミネラルインフォメーションデータハット、アプテキンサルミアッキメネスティトゥーニスタハオリマタハット、ヘルシングンサンマット、インターナショナルエディションハット HK、ルーカターロイツオテウチシアハットバルティアパイベット1993。ありがとうございます。